昔々、沖縄がまだ琉球と呼ばれていた頃、明の国、今でいう中国へ貿易船が向かっていました。その貿易船にはサンラーという一人の若者が勉学を学ぶために乗っていました。はあ、ここが明という国ね。大きいやさ。サンラーは船から陸へ降り立つと、早速町へ向かいました。その参道の途中、何やら鳴き声のような草笛のような音が耳元で聞こえてきました。なんとも不思議な音で、サンラーはその聞こえるあたりを見回しましたが、あたりは草むらばかりで人がいる気配がしません。しばらく探しましたが、音は聞こえるものの、どこから聞こえてくるのかがわかりません。どこから聞こえてくるのかね。なんだかあちこち虫に刺されたみたいだし、後で人に聞いてみようやさ。サンラーは音の正体を探すのを諦めて町に向かいました。町に着くとサンラーは明の国の人にあの音の正体を聞いてみました。すると、ああ、それは蚊という昆虫の一種あるよ。草むらへ行けばいっぱいいるあるよ、と明の国の人にその蚊という昆虫のいるところへ案内してもらいました。ここら辺で立っていたら蚊の方から勝手に寄ってくるあるよ。サンラーは言われた通りぼーっと立っていると、先ほどの草笛のような音が耳元で聞こえてきました。ほら、自分の腕を見てみるあるよ。サンラーはそーっと腕を見てみると、とても小さな黒い虫が止まっていました。なんね、こんな小さい虫があの綺麗な音色を出すわけ。とっても珍しいさ。サンラーは貿易船に乗る前、弟たちに言われたことを思い出しました。ニーニー、明の国からのお土産は琉球にはないとっても珍しいものが欲しいさ。絶対持って帰ってきてよ。しばらくぼーっと物思いにふけっていると、蚊が止まっている部分がだんだんかゆくなってきました。サンラーはつい蚊を振り払ってしまうと、蚊は飛び立っていきました。あ、しまった。よーし、たくさん捕まえて弟たちのお土産にしようかね。とサンラーはたくさんの蚊を捕まえて、その蚊を木箱に集めました。あまりいい虫じゃないあるけどな。半年後、サンラーはウキウキしながら蚊をたくさん入れた木箱を持って帰りの船に乗りました。船に乗ってからもずっと蚊の音色を聞きながら一人船旅を楽しみました。何日も経って船が琉球に帰ってくると、サンラーは大事そうに木箱を抱えて急いで船を降りました。早くこの珍しい生き物を村中に見せびらかしたいな。サンラーはワクワクしながら母や弟たちの待つ柿の花村へ一目散に走っていきました。ずいぶん長いこと走って、とうとう家の近くの上り坂の前に着きました。はあ、はあ、
走りすぎて疲れたな。この坂を登る前に少し休んでいくか。よっこらせ。サンラーは坂の前の石垣に腰をかけました。そうだ、みんなに見せる前にちょっとだけ音色を楽しんでみよう、と木箱に聞き耳を立てました。あれ、全然聞こえんな。どうしちゃったのかね。まさか死んじゃったんじゃないだろうね。サンラーは不安になって、餌や酸素が足りなかったんじゃないだろうかと焦り出しました。いても立ってもいられず、とうとう木箱の蓋を開けて覗きました。すると、蚊は一斉に木箱から飛び立ってしまいました。アセビアー！蚊！蚊！待てー！戻ってきなさい。慌てふためいてももう後の祭り。とうとうわずか一匹も捕まえることはできませんでした。はあ、どうしよう。弟たちに合わす顔がないさ。サンラーはせっかくのお土産がなくなりがっかりしました。弟たちには蚊の土産話で我慢してもらうか。月日が流れ、サンラーもすっかり蚊のことは忘れかけていた頃、島中では大変不可解なことが起こっていました。サンラーの取り逃がした蚊はどんどん増えていって、人や家畜の血を吸ったり、寝ている時に耳元でうわーんうわーんとうるさく飛び回り、人々は大変困ってしまいました。最近なんだろうね、小さい変な虫をたくさん見るさ。今までいなかったのにね。サンラーは自分が民の国から持ち帰ったことは怖くて誰にも言えず、ずっと内緒にしていました。ニーニーがガジャン持ってきたって言う。いつの間にかその虫はガジャンと呼ばれ始め、それを広めたのはサンラーの仕業だと村中に知れ渡りました。ええ、サンラー、ヤーはなんてことしてくれたか。あのガジャンのせいでヤー、みんなどんなに迷惑してるかわかるのか。サンラーは毎日のように村人たちにこっぴどく叱られたそうな。その出来事があってから人々はサンラーが蚊を逃がしてしまった柿の花の坂道をガジャンビラと言うようになったとさ。